はい、こんにちは、佐々木でございます。昨日上げた動画ね、このアルファ 7R2 ね、たくさんのね方に見ていただきまして本当にありがとうございます。24分というですね、非常に長編な長い動画でございましたがね、思いのほかですね、たくさんの方から反応をいただきまして本当にありがとうございます。苦労して作った甲斐があります。ありがとうございます。で、あれからですね、いろいろ写真撮ったりとかですね、まだね、動画はまだね、設定の問題とかまだよく分かってないので、まだ撮ってないんですけど、非常に、カメラとして非常に素晴らしいです。なんていうんですかね、その気にさせてくれるというか、こう写真を撮ってて飽きないんですよね。これ素晴らしいなと思って。あとはシャッター音が評判がいいので、こんな感じ、このね、音は非常に気持ちがいいんですよね。音ってね、やっぱ大事ですよね。すごい、その気にさせる音。です。いや、まあ、最高ですよ。本当に。素晴らしい。で、今後のですね、運用の仕方なんですけども、基本的には多分、この今撮ってるルミックスの GH4、多分この YouTube の動画は、やっぱりこっちで撮っていくと思うんですね。メインマシンとしてね。それはなぜかって言うと、もう簡単だからです。こんなに扱いやすいね。ないですからね。こちらでもいろいろとちょっとね、こういうレビュー動画を撮ってみたりとか、ただやっぱこちらは本当に僕の完全なもう趣味というかね、もう写真もそうだし、動画もそうだし、とにかく最高のものが撮れますんで、これはこのカメラはね。だから、YouTube に限定して使うのはちょっともったいないなと思っているので、本当に僕の個人的な趣味の方に全力投球というカメラですね。それを YouTube に上げるかどうかはまたちょっと別ですけども、これは本当にもう僕のパーソナルな相棒として使っていきます。GH4 はね、本当にもうとにかくこのね、解像感とこの動画性能の素晴らしさもやっぱり突出しているので、YouTube をやる上ではやっぱこれがね、使い勝手が一番いいかなと思います。この間僕これの作例を六本木ヒルズのね、屋上に撮りに行ったんですよ。東京タワーとかをこう見下ろしてる写真あったじゃないですか。あれ六本木ヒルズの屋上なんですよ、実は。スカイデッキっていうね。完全にもう外です。で、日本で一番高い屋上なんですよ。その展望台としてはもっと高いビルとか、それこそね、スカイツリーとか、そういう室内、ね、ガラスで囲まれたもっと高いところっていうのは日本各地にあると思うんですけど、いわゆる完全な屋外。としては日本で一番高い場所が、あそこの六本木ヒルズのね、スカイデッキという場所なんですけど、で、そこを行って、撮影が終わって、下に降り、エレベーターで降りてきた時に、これですよ。これね。これ。わかります？
ドラえもんです、これドラえもん。耳生えてますけど。これ別にパチモンじゃないですよ。ちゃんとしたドラえもんです。六本木ヒルズじゃなくて、あれ去年でしたっけ？一昨年でしたっけ？あの、虎ノ門ヒルズってね、のができたんですよ。で、その時になんかキャラクターとして、これがあったんですね。確か。うん。で、あ、これなんかセンスいいじゃんと思って、ドラえもんにしては。これは非常になんか良くないですか？はい、虎ノ門仕様のドラえもんということでございます。まあ、これはどうでもいいですね。うん、ここに置いておきましょう。で、まだこっちに戻りますけど、で、このカメラをね、買って、また改めてちょっと思ったことがあって、まあ、お話しするんですけど、こうカメラ買うじゃないですか。で、中にいろいろ入ってますよね。で、必ずカメラを買うと入ってくるのが、これですよ。これ。はい。これ、ストラップ。α7 ソニーってね、書かれた。まあ、いわゆるこう、ナイロンでできたね。まあ、ストラップですよね。これ。まあ、これに関してちょっと一言ね、まあ、言いたいと。うん。で、このカメラはもう本当最高ですよ。もう本当にもう言うことない。もう完璧と言っていいぐらい。もう大絶賛ですよ。もうこのカメラはね。もう大好きですよ、僕は。で、この、で、まあ、値段もまあ、そこそこするわけじゃないですか。ね、いやらしい話。そんな最高のカメラに、このね、この安っぽいですね、このストラップを誰がつけるんですかっていう話です。これつけます？これ。って思うんですよね。で、いやまあもうコストでね、コストの問題でそのストラップにまではなかなかお金はかけられないんだよっていうことであれば、あの本当に別売ね、別売りでいいので、ちゃんとしたものをね買えるようにしてほしいって思います。だからせっかくね、やっぱり自分としてはこう頑張ってね、こういう素晴らしいカメラをまあ買うわけじゃないですか。で、この質感はちょっとつけたくないんですよね。だから、別売りで例えば1万円とかでかかってもいいから、ちゃんとそのソニーさんならソニーさんが純正でね、で、α7R2 とかね、ちゃんとそれでレザー製とか、まあレザーじゃなくてももうちょっと程度のいい、ね、ナイロン製でもいいんですけど、もうちょっと質感の高いね、素材で、うん、ちゃんと作ってほしいなと思います。これみんな思いませんかね。これつけます、これいつも思うんですよね。まあこれどこのメーカーのでもそうなんですけど、ちゃんと作れないんだったらつけなくていいですよとね、同梱しなくていいですよと。で、僕これね、専用のストラップが別に買ってくださいよと言うんだったら買いますよ。うん、ちゃんとしたやつ。ね。だからそれはちょっとね、思ったんですよね。あまりにも、このカメラの質感と、このストラップの質感があまりにも差がありすぎて、このカメラにこれつける人いるんですかって本当に思ったんでね。このペラペラのストラップにね。そこだけ。うん。まあ、もちろんね、僕、アクリューさんとかね、こういうクオリティの高いね、こういうレザーのストラップとかもあるんですよ。だからまあ、これを使えばいいんですけど、でもやっぱり、
純正のやつでね、これ α7R2 なんだよというちょっと見せびらかしいも含めてね、作ってくれたらね嬉しいなぁと思いますよ。本当に本当に別にソニーストアで別売りで全然構わないんで、ちゃんとその α ユーザーね、 α7 を使ってる、 α7S を使ってる、ちゃんとその大体多分ね α7 シリーズって全部きっとこの α7 っていうこういうこのストラップに多分統一されてんじゃないかなと思うんですよ。でもやっぱり α7R を使ってる人はね、そう 7R のロゴが欲しいでしょうし、まあ、僕みたいに R2 を使ってるんであればそのロゴついたやつが欲しいでしょうし、なんかねそういうちょっと所有欲を満たすもの作りというかね、せっかくこんだけ質感の高いくて最高の商品を作っているにもかかわらず、そんなちょっとしたことでなんでそのもったいないことをするんだろうってちょっとふと思ったんですよ、うん、ただ本当にちょっとそれは非常に、うん、このカメラの価格にしてはあまりにもしょぼすぎるあのストラップがついてたんで、まあ、ふざけんなよって最初ちょっと思ったんですけど、まあ、別にあの文句じゃないんですよ、うん、あのそういうのも作ったらどうですかっていう提案です。ソニーさんね、ちゃんとそのカメラの質感に見合った純正のストラップ、このカメラにはこのストラップかっこいいよねっていうものをちゃんと純正メーカーが販売してほしいなというのはすごく感じました。これはぜひやってもらいたいですよね。で僕はあの以前ねこのストラップの話動画出したじゃないですか、もう何年前で忘れましたけど、いつまでこんなあのつけづらいストラップ使ってんだっていうね、外すの大変じゃねえかみたいなね動画も出したんで、まあ、ちょっと今日クレームっぽいですけどすいません。あのこういうね使いづらいわけです。とにかくこういうこれつけたらねもう外したくないでしょってね。だから僕はこうやって改造するわけですよ自分でね、こういうやつで、こういうのだったら簡単にこうつくわけですよね。それでこう首から下げる。でも家帰ってきてちょっとテーブルで撮影するよってなったらできればこれこうやって外せばねこういうふうに簡単に取れるわけですからすっきりしますよね。だからまあそのストラップの質感を上げるっていうこととすぐ取り外しができるようなこういう取り付け方法にするとか、もう本当にちょっとしたことなので、まあ、メーカーさんだったらね簡単にそんなことはやってのけれるじゃないですか。でこれ自体は非常に素晴らしいものなのに、こう全体としてそういうものが入り込んでることによってやっぱり全体の質感のちょっと一部が損なわれるというか、まあそんな気がするんですよね。まあ、本当にちょっとしたことだと思うので、ちゃんとした高品質なものを売ってくださいっていうお話でございました。すいません、まあそんな感じでございますね。まあとにかくこのカメラは最高ですよ。多分僕のカメラ生活は本当にガラッと多分変わっていくと思います。それぐらいのポテンシャルをね秘めてるカメラなので、うん、ちょっと思考がちょっと変わってきてるというか、僕自身のね、まあこういうものを手に入れたらじゃあこういうこともできるんじゃないか、ああいうこともできるんじゃないかとか、こういろいろこうやっぱりアイデアがどんどん膨らんでいくので、こういうすごいものをね手に入れると、だそれは非常にありがたいと思いますし楽しみだなと思っております。はい、そんな感じで、まあ簡単に言うとあのストラップね何とかしてくださいというお話でございました。はい、ということでね、また次の動画でお会いしたいと思います。今日のところは以上でございます。では、さようなら。バイバイ。